ですよ、はい、この人がですねビクトル・スタルヒンという人でね、日本で初めての三百姓投資ですよ。聞いたことあります？いや、ありません。そうですか。で、あの八景ロシアの人だったんですけれどもね、はい、ロシア旭川中学から巨人へ、青い目のエース・スタルヒンは最も頼りになる大投手であった。1メートル90センチの長身を生かしたストレートは威力があった。まるで2階から落ちてくるような剛速球。スタルヒンは横から投げてみせたり、また下からも投げるという器用さを見せた。その頃の直球は時速160キロを超えたという。昭和14年42、この年スタルヒンの投球は冴え渡り、年間42勝という驚異的な勝ち星を挙げます。優勝の原動力となり、最高殊勲選手にも選ばれます。スタルヒンは絶頂期を迎えていました。彼の球として外角低めのストレートっていうものを、この得意球を彼は得していくわけです。スタルヒンは日本のエースとして輝きを取り戻します。日米野球が15年ぶりに開催され、全日本軍代表として高騰したのです。19日神宮球場におけるシリーズ対オール日本第3回戦。戦後もスタルヒンはプロ野球の発展に貢献した。昭和24年サンフランシスコシールズが来日、全日本軍のピッチャーに選ばれたスタルヒンは6回までノーヒットの好投を見せ、ファンの喝采を浴びたものである。よく使いました。ワンアウト、レッドのファインプレー。続くバッターはロディジアーニ、打ちました。ショートゴロ、ショート白石前進しました。使いました。一塁へ投球、アウト、中断。代わってバッターは3番のテド、打ちました。またもショートゴロ、ショート白石ベースに追っております。アットハンブル、チェゾ一塁にセーフ。ツーダウンながらランナーは一塁であります。続くバッターはスタインハーワー、見送りの三振であります。スタルヒン健闘しました。第1回シーズン。そして昭和30年、スタルヒンはプロ野球史上初の300勝を達成した。待望の300勝を挙げて本当におめでとうございます。嬉しいでしょ。もう大変です。結局300勝をするのに何年かかったってことになるんですか。やっぱり21年だよな。うちは20年だよ。20年だよ。内訳はどういうことなの。まあ巨人でもって多かったら200勝、それから今度はまあ弱いところへ、まあ、ロビンス、スターズ、うん、まあスターズはまた良かったし、それからまあ今のユニオンズと今後ユニオンズと合わせて、ああ、巨人の200勝が一番多いわけですね。巨人の200勝、10年で200勝、今度はあとの10年で沢村が一瞬の輝きを見せて消えたのに対し、スタルヒンは戦前戦後を通じて長くプロ野球界を支えたのである。